ハレリアこんばんは、ハレリアハレリア、アメンアメン、ハレリアヒカルさん、ハレリアこんばんはこんばんは。あら、画面が出てこないね。サマーさん、こんばんは。ユリさん、こんばんは。イヌさん、こんばんは。画面がない。皆さん、映像出てますか？映像出てない。はい、映像出てますか？出てる。出てますか？あ、私の方映ってない。出てない。見えてます。あ、ありがとうございます。あ、出ましたね。はい、こんばんは、ハレリア。今日ちょっと回線が違う回線使ってるので、ちょっとあ、ゆりさんさっき放送してました。アメン、ハレリア、アメン、アメン。ちょっと回線がですね、なんか少しおかしくなるかもしれません。アメン。いつもと違う回線を使っております。はい、カズノコさん、アメン。ハレリア、アメン。ゆりさん、10時からまた放送します。わお、すごいですね。燃えてますね。素晴らしい。吉原さん、アメン。オバマさんとの電話中継ありません。はい、実はですね、今日は火曜日ですが、キーちゃんみたいに月曜から土曜毎日放送したいです。アメン。素晴らしい。今日は火曜日なんですね。そして、アメリカがですね、アメリカ大統領選挙。アメリカ大統領選挙が今日なんです。で、時差がありますので、今、日本では9時ですね。で、アメリカは火曜日の朝なんですね。朝何時くらいなのかな。東部では6時くらいなのかな。まあ、6時、東部だと6時か7時くらいで、南部だと、南部じゃない、西部だとですね。あ、第3こんばんは、第3こんばんは。西部だと5時くらいなのかな。4時くらいかな。ロサンゼルスが4時くらいだと思うんですね。で、東部が6時か7時ぐらいだと思うんです。今ね、朝ね、火曜日の朝です。ですから、何時から投票始まるか分かりませんが、なんかハンプシャー州は、なんかすぐにやるとか言ってもやってるのかもしれませんが、まあ、とにかく、これからですね、これから選挙が始まると言ってもいいかもしれませんね。これから、アメリカ大統領の選挙が始まります。ね。モルモンについて、キューちゃんどう思いますか？これをゆっくりちょっと言おうと思うんですが、実はですね、数日前に、同じタイトルなんですね。オバマ対ロムニー。これ2回目なんですが、もう一度やったので、同じことやってもしょうがないんですが、今日選挙なので、あやぺさん、ハラリア、今日、ニューハンプシャー州ってなかったかな。引き分けでした。ああ、ニューハンプシャーは引き分けでしたか。毎回同じ。まあ、とにかく、これから選挙だということで、今日同じタイトルにしたんです。そして、なぜ、2回繰り返すかというとですね、この、まあ、世界で一番、まあ、政治的権力ですね。政治的権力が、まあ、一番大きいのはアメリカ大統領ではないかと思うんです。あ、でも、マナーすんの、ね、いつも忘れてごめんなさいね。あ、ちょっと待ってください。もしもし、あ、ごめんなさい。あのね、ネットが繋がんないんだけども、外れてるかな。ちょっと見てくれるかな。はい、すいません。外れてない。あ、ほんと、外れてない。大丈夫。あ、ほんと、どうもありがとう。はいはい、ありがとうね。はいはい、どうも。
いや、ネットがですね、ちょっと壊れてるので、今ちょっと息子に見てもらったんですが、まあなんか外れてるらしいですね。ですから、今ちょっとユーストリームの方がちょっと、2番目は次男ですね、今のは次男なんですが、ユーストリームができないのは、そのネットがですね、うまくいかないので、ちょっと今は緊急用のネット使ってる、緊急用のネット使ってるもんですからね、まだ治ってないな。はい。それで、ですね、要するに、アメリカの大統領は世界で一番、まあ、政治的権力が大きいと思うんですね。つまり、アメリカ大統領が誰であるかということは、日本にも大きな影響がもちろんあるわけですね。大きな影響があります。ですから、私たちは、祈らなきゃいけないということですね。祈らなきゃいけないということがあります。そして、もう一つ大事なポイントは、治りましたね。回線治りましたんで、あっちもできますね。ユーストリームも始めることができそうですね。それでですね、何を言いたいかというと、要するに、今回の選挙はちょっと特別な選挙で、ユーストリームできますので、ちょっとやりますね。それで、何を言いたいかというと、オバマ大統領は一応リベラル、ね、リベラルと言っても皆さんちょっと分かんないかもしれませんが、リベラルなんですね。そして、このリベラルっていうのは、結局のところ、何でしょうか、リベラルっていうのは、まあ、福音主義的じゃない、つまり同性愛も認める、それから、同性愛認める、それから中絶認めるという、これはクリスチャンでもリベラルのクリスチャン、つまりオバマさんはリベラルのクリスチャンということで、クリスチャンかもしれないけど、私たちのような福音主義的ではないということですね。福音主義のクリスチャンは同性愛を、反対します。それから中絶を反対します。まあ、これがまあよくね、アメリカ大統領の争点にもなるんですが、あ、ユーストを始めました。はい、ユーストを始めることができるようになりました。それでですね、大事なことは、そう、ロムニーさんの方はモルモン教なんですね。モルモン教で、モルモン教っていうのは、皆さんよく私が言うように、モルモン教、それからモノミノ党、かっこエファの証人ですね、あと統一教会、この3つがキリスト教三大異端ね。ニコ生の方が音質が画像ともにいいですね。キリスト教三大異端ということなんですね。キリスト教三大異端で、そのキリスト教三大異端という時にですね、モルモン教は、私たち、まあ、カリスマ派からしてもですね、異端なので、その異端の、そのアメリカ大統領になってほしくない。だけどモルモン教っていうのは異端かもしれないけど、中絶反対、同性愛反対ということで、そういう聖書的な考え方で共通点があるということですね。そうなるとですね、リベラルの大統領がいいのかね。しかし、そういう中絶反対、その同性愛反対の、そういうモルモン教の大統領がいいのか、これ非常にですね、クリスチャンでも判断が難しいのですね。難しいんですね。じゃあロムニーさんの方がいいかな。そこのところはですね、難しいとこなんですよ。どっちをね、このリベラルを取るか、異端を取るかね、もう両方取りたくないわけです。要するに、本当のこと言うと、両方良くないということですね。両方良くないんだけど、他にいない。今、私は日本人だから選挙なんかする必要ないんですけども。両方とも選びたくないということですね。両方とも選びたくない。でも、まあ結局どうやって祈ったらいいか。
結局ですね、神様に、神様の御心を行ってくださいとしか言えないですね。神様の御心を行ってください。どっちがいいか全然わからないので、そう、イエス様にお願いしたいです。まあ日本にいたら投票できないですがね、祈ることが大事ですか。そうですね、まあわかんないです、正直。どっちがどっちかね、両方とも入れたくない、両方とも入れたくないけども、まああとはもう神様に任せるしかないという感じでしょうかね。はい、そうなると結局どうなのかということなんですが、そうですね、結局どうなのかな、そうですね、まああとはもう神様の御心を祈っていくしかない。でまあそういうわけで今日はですね、まあアメリカのために祈ろうという、そういうまあ放送枠ということでしょうね。イエス様に丸投げです、アメン。もうどっちがですね、あの御心がわからないから祈るしかない。神様にお願い、お委ねして、アメン、ね。そして、アメリカという国は本来はあのキリスト教の、あの国だったんです。イギリスで正教徒ピュリタンですね、ピュリタンがその迫害されて、新天地を、まあ、探してイギリスのピュリタンが、このアメリカに移民したわけですね。そのピュリタンの移民によって、まあ、アメリカが建国したと言ってもいいと思うんですが、まあ、彼らは本当にキリスト教の、ね、キリスト教の国を作ろうという非常に、まあ、こう希望に燃えてあのアメリカを作ったという、ね、ですからこのアメリカは非常にキリスト教的な国ですね、キリスト教。でもところがだんだんですね、今キリスト教職が薄くなっちゃってですね、もう公立学校で祈っちゃいけないとか、公立学校に聖書を持ってきちゃいけないとか、もうそのあたり1970年ぐらいかな、今から40年ぐらい前かな、だから今から40年ぐらい前ぐらいからなんか、アメリカの学校、公立学校にで祈っちゃいけないとかいう、そういうのがあって、そこからどんどんアメリカはモラルが低下して、そこからいろいろいろんな問題が出てきてるんですね。同性愛が増えてくるとか、離婚が増えるとかね、そのいろいろな、災いが増えてます。イスラム教の人も増えてますね。そういうわけでアメリカのクリスチャンは非常に憂えているんですね、憂えている。日本はもともとキリスト教の国じゃないから、まあそういう問題があってもですね、その、まあ、キリスト教の堕落的なとこはないんですけれども、あ、まあでも日本もですね、たくさん隠れキリシタンを殺してしまったということにおいてはですね、やっぱり、日本の問題は隠れキリシタンを殺してしまって、日本が、その、まあ、悪魔の支配になっちゃったという意味ではちょっと似てるかもしれませんね。アメリカもいろんな問題で結局のところ悪魔にやられてるということですね。まあ、結論からすると、まあ、その日本もアメリカも悪魔にやられちゃってるということでしょうか。その悪魔からもう一度この回復するためにはリバイバルが必要だよということですね。日本もアメリカも結局はリバイバルが必要だということですね。リバイバルが必要、アメリカも日本もリバイバルが必要。このポイントをしっかり理解しましょうね。私はですね、アメリカが大好きなんです。なんでアメリカが大好きかというと、私を、イエス様に導いてくれた人がアメリカ人の女性の年配の宣教師2人ですね。以前ここでちょっとインタビューしたことがあるんですがね、私を導いた宣教師の、インタビューをした放送もありますよ。リバイバルが必要です。
そして、もう一つは明治維新と、ね、敗戦、明治維新と敗戦という大きな日本の転換期がアメリカと関係があるということですね。ペリーの黒船、あれはアメリカの、まあ、外圧によって日本は鎖国をやめて、開国しました。その時にたくさんのプロテスタントの宣教師が入ってきました。で、敗戦はアメリカと戦って負けました。そして日本が敗戦した時にたくさんの、宣教師が入ってきたんです。結局日本の大きな歴史上大きな出来事を2つ挙げるとしたら、明治維新と敗戦です。明治維新と敗戦、これが日本史の一番大きな2つのポイントです。で、この2つのポイントが霊的なポイントでもあるんです。つまり、鎖国をやめて宣教師が入ってきた。で、敗戦になってマッカーサーが宣教師を集めて日本に宣教師が入ってきた。両方とも宣教師が入ってきた。つまりこの2つの出来事は、日本が、まあ、渋々と言いましょうか、渋々イエス・キリストを受け入れた時期でもあるんですね。でもこの渋々かもしれないけど、日本はこの2つの開国と敗戦によって日本は開かれたことも事実なんです。開かれた、外国に開かれた。そして特にその力がアメリカなんだということですね。アメリカによって明治維新、それから敗戦の日本が霊的にも開かれたということですね。これはとても大きな日本史の大事なポイントなんだよということですね。そして、今2012年、日本はですね、まあ、ある意味で3つ目ね、明治維新、敗戦、3つ目の大きなエポックを迎えようとしているんです。これが、リバイバルですね。リバイバル、このリバイバルによって本当にイエス・キリストを受け入れる時が来るんではないかと。本当にイエス・キリストを受け入れる時が来るんじゃないかと。そしてそれは、まあ、アメリカによるかどうかはちょっと分かりません、アメリカによるかどうか分かりませんが、少なくとも日本が変わる時である、日本がですねイエス・キリストを本当に受け入れる時が来るんだという、そういう3つ目の、そのエポックが来るんだということですね。アメン。ですから、その、おママさんと、ね、ロムニさんの選挙、どっちが勝つか分かりません。もう一つですね、これは一つの推測にすぎませんから、これはちょっと注意して聞いてほしいんですが、黙示録には反キリストというね、反キリストというものが現れると書いてあるんです。で、この反キリストは黙示録に書いてあるんですが、こういうふうに書いてあるんですよね。ですね、即反キリストというそのヒトラーみたいな独裁者が現れるんですね。で、どういう独裁者か、ちょっとここで読んでみましょうね。黙示録13、どこな、4世、13の4かな。そして、竜を拝んだ、獣に剣を与えたのが竜だからである。また彼らは獣を拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、汚し事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて、神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。このですね、終わりの時代に、反キリストというヒトラーみたいな世界的な独裁者が現れる。で、それは汚し事を言う反キリストなんですね、反キリスト。そしてこれはもちろん推測ですから、誹謗中傷ではないんですが、その、アメリカ大統領、ね、オバマさん、ロムニスさん、どっちがなるか分かりません。
そのアメリカ大統領が反キリストになる可能性があるという考え方ね。要するに大統領って権威があるでしょ、いろいろ政治的権利。だから、その世界の、まあ、独裁者になり得る可能性があるということですね。オバマさんがなるとか、ロムニーさんがなると言ってるわけじゃないんです。そういう可能性があるし、まあ、それを言ってる本もあるということで。ただ私たちは、祈んなきゃいけないということですね。そういう、そういう独裁者が出てくるということは、聖書で予言されている。で、その独裁者を拝まないと、買い物ができなくなるということが、聖書に書いてあるんですね。ここのとこですね。15節ですね。15節ね。それからその像の、獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さい者にも大きい者にも、富んでいる者にも貧しい者にも、従事にも奴隷にも、すべての人々にその右の手か、その額かに刻印を受けさせた。またその刻印、すなわち獣の名、またその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。資料ある者はその数字の、獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。まあ、この666ってのは有名ですよね。つまり、この獣のですね、名前が ついている刻印ですか。その右手か左額ですね。この右手か額にその刻印をするということですが、これどういうことかというとですね、なんかチップをね、こう IC チップみたいのをこの腕に入れたり、ここに入れたりするという話がありまして、それはまあ ID ですね。その人の ID をですね、カードとかね、この、指紋とかそういうんじゃなくて、IC チップでその人の ID をやるというのがもうすでに実用化されつつあるんですが、それをこの右手に入れるか、ここに入れるかして、そして ID をやるというわけですが、で、その刻印を受けないと、その獣の名前のついた刻印を受けなければ、買うことも売ることもできない。つまり、無理やり、その、世界的な独裁者のですね、を偶像崇拝、つまり崇拝しなければ、その獣を拝まなければ、買い物ができなくなるような、そういう時代になると、黙示録では予言しているわけです。ですから私たちクリスチャンはこういうことをちゃんと聖書に書いてあるので、今から祈ってですね、まあ本当に、クリスチャンが苦しみを合わないように、クリスチャンが、殺されないように、またクリスチャンがそういう買い物ができなくなるとか、ね、そういうことがないように、祈っていく必要があるんだということですね。祈っていく必要があるんだということですね。はい。そういうわけで、このアメリカ大統領選挙、にはいろいろな意味があるんだということですね。そういうこのアメリカ自身が本当にリバイバルが起きるためにもいい大統領が必要だし、その反キリストが出てくるようなその状況の中でも大統領選挙は大きい意味があるし、日本のリバイバルのためにも、関係がするかもしれませんね。日本のリバイバルのためにどっちの大統領がいいのか私には分かりません。ただ祈っていく必要があるんだということですね。大統領が聖書に手を置いて宣誓するのは素晴らしいですよね。はい、もうそれも変えられてしまうかもしれません。私の、まあ、情報を聞いた中にはですね、オバマさんは、なんかこのホワイトハウスで、国民祈りの日とかいうのを祈るような、そのような、
この何でしょうか、習慣があったらしいですけど、その習慣がなくなっちゃう、そういう何でしょうかね、国民祈りの日がなくなっちゃうという、そういうのがあります。それからまたオバマ大統領はアメリカは勝ってキリスト教の国だけど、これからはそうとは限らないというような、そういう発言もしているそうですね。とにかく、まあオバマ大統領にしてもロムニさんにしても、まあ、私たちクリスチャンからすればもう大統領になってほしくない、大統領としては本当に困っちゃうということなんですね。はいはい、そういうわけで、話をしてきました。じゃあ、今日は英語をやりましょうね。英語ですね。ルカの7章の、これは47かな、47。 Therefore I tell you how many sins have been forgiven。ごめんなさい。 For she loved much, but he who has been forgiven little loves little.Therefore I tell you how many sins have been forgiven, for she loved much, but he who has been forgiven little loves little。 訳しますとですね、それゆえ私はあなた方に言います、彼女の多くの罪は許されています。なぜなら彼女は多く愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。これはどういうことかというとですね、この前の事件でイエス、ある女性がですね、ある女性がイエス様の足に油をつけるんですね。そしてイエス様の足にキスをしてですね、そしてそうですね、香油をイエス様の足につけるんですが、これはイエス様がこの女性を評価してね、この多くの女性の多くの罪は許された、彼女がたくさん愛したから、イエス様を愛したからということですね。そして、少ししか許されないものは少ししか愛さない、そういうことなんですね。結局どういうことかというと、クリスチャンはイエス様によって罪が許されますね。その罪が許されたということを本当に感謝するものはイエス様を愛するということです。そしてイエス様に許されたことをちょっとしか理解できない、ちょっとしか、まあ、感謝しない人はちょっとしかイエス様を愛さないということですね。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの罪はたくさん許されましたか？皆さんがたくさん許したならば、皆さんはたくさんイエス様を愛するはずだということですね。たくさんイエス様を愛するはずだ。もし皆さんが、ね、ちょっとしか許されてないと思うなら、ちょっとしか許されて、ないと思うなら、ちょっとしか愛さないということです。大さん、感謝してもしきれません。ジトさん、多く許されました。アメン。多く許されて。皆さんの罪が多く許されて。アメン。イエス様をたくさん愛します。吉原さん、許されました。アメン。本当に自分の罪が、たくさん許されたと思う人は、イエス様を愛します。この女性のように、この女性も、高価なオイルをイエス様の足に塗って、
髪の毛で拭いたのはちょっとこの時かどうかごめんなさい。髪の毛でこう拭いて、もう涙流したっていうのもありますけど、涙つぼでこうやるのもありますけど、イエス様を愛しました、イエス様を愛しました。もうこの女性が最高の愛し方、最高の愛し方でイエス様を愛したのです。皆さんも自分の罪がたくさん許されたと思うならば、皆さんも自分の罪がたくさん許されたと思うなら、イエス様を愛しましょう、イエス様を愛しましょう、イエス様を愛しましょう。イエス様を愛することによって、イエス様を愛することによって、ね、罪が許されたことの感謝、リュウさんアメン、罪が許されたことの感謝を表しているのです。人生はイエス様に対する感謝です。人生とはイエス様を愛することです。人生とはイエス様を愛するということです。私の罪が許された、十字架によって私の罪は許された、私の罪は許された、私の多くの罪は許された、私の多くの罪は許された。ですから私はイエス様を愛する、イエス様を愛する、イエス様を愛する、イエス様を愛する。皆さん、人生とはイエス様を愛することです。イエス様に感謝することです。多く許されたならば多く愛します。多く許されたならば多く愛します。そしてイエス様を愛することはイエス様の教えを守ることです。皆さんがイエス様を愛したいならば、イエス様を愛したいならば、イエス様の命令を守ることです。イエス様の命令を守ることです。イエス様を愛したいですか？イエス様を愛したいですか？イエス様を愛したいですか？イエス様に喜ばれるために、イエス様の教えを守ることです。イエス様の教えを守ることです。皆さん、キューちゃん油注ぎで熱くなってきましたか？熱くなってきました。愛したいです。イエス様をもっと愛したいです。イエス様をもっと愛したいです。皆さん愛せるのです。心を尽くして、吉原さん愛します。心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、イエス様を愛せるのです。人生というのはイエス様を愛することです。人生というのはイエス様を愛することです。ジュタさん、イエス様だけを愛してます。皆さん、私たちの生きる意味はそこにあるのです。イエス様の生きる意味はそこにあるのです。素晴らしい人生です。素晴らしい人生です。イエス様を愛することができるのです。以前は偶像を愛していました。以前は自分を愛していました。以前は虚しいものを愛していました。しかし今私たちは最高のお方、最高のお方、最高のお方、イエス様を愛します。イエス様を愛します。イエス様を愛します。アメン。イエスキリストは愛する人生、最高の人生です。最高の人生です。最高の人生です。皆さん、生きることは素晴らしいのです。偶像のために生きても虚しい、自分のために生きても虚しい、欲望のために生きても虚しいのです。お金のために生きても虚しいのです。皆さんの中で人生が虚しい、生きる意味がない、楽しくないという人は、それは間違って生きてるからですね。間違って生きてるからです。皆さんがイエス・キリストのために生きるならば、イエス・キリストのためだけに生きるならば、最高の人生になります。最高の人生になります。素晴らしい人生になります。ゆりさん、イエス様のために生きます。イエス様のために生きます。本当にその本当の生き方が分かったのです。生きがいを感じる生き方が分かったのです。もうね、全身全霊で生きる目的が分かったのです。霊的仕事は最高です。私たちは真理が分かったのです。この女性は多く許されたので、多くイエス様を愛しました。この女性にとってイエス様を愛するということはもう本当に、
その許されたことの感謝です。ジタさん、私もやっと気づきましたよ。霊的仕事アメン。イエス様のために生きること、イエス様を愛して生きることね、なんと素晴らしいことでしょう。なんと素晴らしいことでしょう。尊い仕事、尊い仕事、価値がある仕事、やりがいがあります、残ります。もうイエス様を愛すれば愛するほど、愛すれば愛するほど祝福が、与えられます。豊かに豊かに豊かに祝福が来ます。そういうわけで、兄弟姉妹の皆さん、私たち本当に、イエス様を知ったことを喜びましょう。そして、イエス様を本当にもっともっと愛そう、もっともっと愛そう、もっともっと愛そう、この女性のように愛しましょう。アメン、アメン。はい、それでは、明石タイム行きましょうか。はい、それではですね、昨日ですね、参加してくださった、インタビューしてくださった小野さんはですね、もう今バスに乗り始めたんではないでしょうかね。バスに乗って今福岡に向かい始めた頃ではないかなと思いますね。福岡に帰るのは明日の朝、お昼ぐらいなのかな、よくわかりません。お昼ぐらいじゃないかなと思います。今頃バスでしょう。ああ、そうですね。はい、それではですね、アメリカ大統領選挙の証って、なんか、選挙の証ってないですね。じゃあですね、何証がいいでしょうかね。まあ、ちょっと、話が、ね、後の後半の話で、罪がたくさん、許された、罪が少し許されたのではない、たくさん許された証、罪がたくさん許されてたくさん愛したい証ね。イエス様に罪がたくさん許されてたくさん愛したい証、スタート。イエス様たくさん愛したい証、証、アメン。万引きを許してもらいました。鬱です、鬱でとても辛いです、助けて、神様癒されます、癒されます、バイクを盗んだことが許されました。敵を愛せるようにしたいです。天然ちゃん、キューちゃんに許されて感謝します。許しますよ。妻の怪我を治してください。日本の罪が早く許されるように祈ります。各国の人を愛せるようになりました。未信者時代の不信仰が許されました。吉原さん、イエス様を愛することによって不安がなくなりました。アメン。母親を殴ったことが許されました。悪コメを読みたいと思います。アメン。自分の罪もどうすれば知れますか。一番大きな罪を考えてみてください。イエス様に命を助けられたら命を捧げます。不信仰が許されました。日本にリバイバルが起きますように。イエス様のために生涯働きたいです。そんな信仰が欲しいです。モテます。子供をたらくことが間違ってました。悔い改めます。まめこさんが熱心なクリスチャンになって嬉しいです。神様なんていらないと思ってた自分も悔い改めたら許されました。日本が韓国にした悪行を許してくださいますか。許してくれます。
進化論を信じたことが許されました。すべてを許せます。毎晩毎晩涙が止まりません。脱法ハープをやってたけど許されました。イエス様を愛したら天皇崇拝やめれました。ジェイさんの放送を見てることは許されますか？許されますよ。今まで多くの嘘をついてきました。悔い改めます。アメン。キュウちゃんの放送を荒らしたけど許されました。ひき逃げしたけど祈ったら被害者が助かりました。悔い改めたら嘘が治りました。悔い改めたら嘘が治りました。悔い改めたら鬱が治りました。今日新たな兄弟が救われました。これ以上の幸福はありません。アメン。十字架によって許されました。感謝します。この放送に導いてくれたイエス様に感謝します。イエス様に清き一票を投与させてください。信仰とはイエス様に投与するようなものです。イエス様に投与しましょう。悔い改めたら救われます。救われました。イエス様を愛したら日本の悪口言わなくなった。早く、夕飯を早く食べるようになりました。吉原さん、人生良い方向に変わりました。最高の方向です。最高の方向です。同棲をやめました。悪コメ、悔い改めます。キュウちゃんのことをヤギって言ってごめんなさい。羊って言ってください。羊の方がいいね。イエス様を愛したら女性蔑視やめれました。一生懸命親が産んでくれたのに僕はなぜ暴力を振るうんだろうか。イエス様を信じたら暴力をやめます。イエス様本当に許してくれるんです。アメン。キュウちゃんは気違いだと思ってたけど素敵な牧師さんだった。金銭欲を捨てました。イエス様を信じたらサタンが消えました。アメン。罪を悔い改めたいです。悔い改めるほど神の愛を感じます。麻生牧師から学ぶことが多いです。知りたい気持ちを助けて神様。アメン。 LTL が遠いので寂しすぎます。ニートでも世間の目が気にならなくなりました。キュウちゃんの放送が面白くて笑いが止まりません。最高。この放送から学べるのはイエス様を通じて語っているからですね。アメン。イエス様、エミさんを救ってください。許すことから始まる。それが大事だと分かりました。アメン。キュウちゃん配信を見ながら家族全員で爆笑しています。油注ぎが許されている証拠、証です。油注ぎが神様に許されている証です。早く天国に行きたいです。キュウちゃんの後ろにうっすらとイエス様が見え始めました。この素晴らしい放送いつまでも続けてくださいね。ペットまでキュウちゃん放送を進んでみるようになりました。イエス様の愛を知らないと本当の愛を語れないと分かった。この放送を見ると生きる活力が湧いてきます。命です。
命です。神様の命です。私はもっと許されたことを知った方がいいと感じます。イエス様と出会えたことが最高の喜びです。この教会に来た人は皆笑って元気になって帰っていきます。イエス様がいつも見守ってくれてると感じました。イエス様はどれだけ許してくれたかを教えてください。鬱を治そうを教えて。神様、イエス様を信じることです。この放送へ導いてくださったイエス様に感謝します。昔いとこのファミコンソフトを盗んだことがあった、悔い改めれば許されます。悔い改めてイエス様を信じれば許されます。イエス様は愛しさと切なさと心強さを与えてくれます。今日のQちゃん放送で改心しようと思いました。悪くもやめます。アメン。どんなこともイエス様に告白できます。神様だから。キューちゃん、今来ました。今日もイエス様の祝福に感謝します。もっと神様のために働きます。イエス様は日本のすべての罪を許してくださるでしょうか。許してくださいます。むさぼりも、偶像崇拝もやめたい。吉原さん、これから信仰についてもっと勉強します。アメン。アメン。アメン。イエス様の教えを愛してください。イエス様の教えを愛してください。イエス様の命令を守んでください。それがイエス様を愛することです。神様の祝福は地上の富とは比べ物になりません。アメン。そうなんです。神様の祝福は永遠の祝福です。地上の富はなくなります。地上の富は一時的です。永遠の富。永遠の富。僕ももっともっと勉強します。僕ももっともっと勉強します。アメン。永遠の富です。永遠の宝です。永遠の命です。皆さん、一時的なものは、一時的です。虚しいです。虚しいです。しかし、永遠は素晴らしいです。永遠は素晴らしいです。永遠は素晴らしいです。皆さん、以前は虚しい生き方をしてました。しかし、今は、永遠の命、永遠の宝のために生きます。キューちゃんの放送を見てると、体の疲れが取れていきます。油注ぎです。油注ぎによって、疲れが取れていきます。油注ぎによって元気になります。油注ぎによって元気になります。アメン。アメン。以前は他人恐怖症。今はイエス様依存症。クリスマスが近づくのが待ち遠しいです。なんていう言葉なんて知らなかったよね。油注ぎがあれば何でもできると思いました。時間がもっと欲しいです。クリスチャンになってから一日があっという間に過ぎた。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。ありがとうございました。イエス様の愛を受け入れてから毎日がハッピーです。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 はい、ありがとうございました。
自分にできるイエス様の仕事をします。自分にできるイエス様の仕事をします。アメン。イエス様の愛を知ると楽園を知った。イエス様の愛を知ると楽園を知った。アメン。今日はですね、今ちょうどアメリカが火曜日の朝ですが、選挙が始まりました。選挙が始まりました。兄弟姉妹は天の宝です。兄弟姉妹は天の宝です。アメン。そして、最後に祈るときですね、このアメリカ大統領選挙、御心が行われるように、一緒に祈りましょうね。最近Qちゃんの放送ばかり見てる、洗脳されてる、正解です。大正解ですよ。窓配信、画質が課題でした。はい、はい、それではですね、ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージ。今私たちは終わりの時代に生きています。そしてその終わりの時代というのは、その、この人類の歴史のクライマックスなんですね。で、私たちはそのとても大事な時代に今生かされています。そしてこの終わりの時代に神様は素晴らしいことをされます。人類の歴史は、神の子がイエス・キリストを信じる信仰によって、神の子が現れること、神の子が生まれること、これが神様の計画です。例えば農家の人は、農家の人はですね、作物を作って、実ができたらそれを収穫するのが農家の仕事です。神様はこの世界が畑だったらば、この世界を通して、クリスチャンという実ですね、神の子という実を結ぶこと、これが神様の計画というか目的です。そして今この終わりの時代のリバイバルにたくさんの、収穫ができると言われています。もうすでに外国ではたくさんのクリスチャンが、収穫されているんです。そしてこれからですね、日本も世界ももっともっとたくさんの収穫になります。つまりクリスチャンが増えるということですね。その、神様が求めている身であるクリスチャンができるという、その収穫の働き人に私たちはなれるということです。皆さんはチャンスです。皆さんはチャンスです。神様のために持ち上げるチャンスです。ですからぜひ皆さん、そのチャンスのがあるならば、そのチャンスをつかもうではありませんか。そのチャンスはまず、救われるところから始まりますね。皆さんがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、その神様の働きを始めるようになります。そして、日本から、素晴らしいリバイブが起きますから、ぜひ皆さん、今訓練を受けましょう。今イエス・キリストを信じて神様のために働く訓練をしましょう。そして準備をしましょう。吉原さん、今日ありがとうございました。感謝します。吉原さん来てくださいましたね。素晴らしい証をしてくれました。素晴らしいですね。それでは、招きをします。招きですね。そしてアメリカのために祈りましょう。アメリカのためですね。励まさるメッセージです。アメン。はい、皆さん、今日の、メッセージ聞いてですね、多く許されたから多く愛したい人、多く許されたから多く愛したい人、
そしてこの終わりの時代のリバイバルの働き手になりたい人、イエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて、神様の働き人になりたい人、リバイバルの、働きをしたい人、神の子になりたい人、イエスキリストを信じて人生をやり直ししたい人、苦しみ悲しみから解放されたい人、もう行き詰まった人生から救われたい人、アメン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 、はい、アメン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 。アメン。アメン。じゃあ皆さん、アメリカ大統領のためにも祈りましょう。ね、それは本当に、祈りが必要なのです。祈りが必要です。ゆりさん、10時15分から放送します。リレー放送。10時15分から、リトルさんが、放送します。放送します。私は道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ、誰も父の身元に行くことはできません。天のお父様、感謝します。今日も、ニコ生で、連動ができていること、本当に感謝します。そして、兄弟姉妹が今一緒になって祈っています。心を合わせて祈ります。これから、アメリカ大統領の選挙が始まります。もう始まってるかもしれません。イエス様、どうぞ、オバマさんかロムニさんか、オバマさんかロムニさんか、両方大統領になってほしくないですか。しかし、どちらかが選ばれる予定です。イエス様、どうぞ、あなたの御心を行ってください。あなたの御心を行ってください。あなたの御心を行ってください。あなたの御心、その御心のものが選ばれますように、あなたのご計画の中で選ばれますように、そしてアメリカのことを祈ります。アメリカは、進行的にダウンしていろいろ問題のある国になってしまいましたけど、イエス様どうぞ日本を、アメリカをもう一度、クリスチャンの国としてもう一度立て上げてください。リバイバルが起きますように。アメリカにリバイバルが起きますように。アメリカにリバイバルが起きますように。アメリカは、日本を開国し、また、宣教師を送ってくれた国です。たくさんの宣教師を日本に、送ってくれた国です。日本のためにも祈ってくれた国です。どうぞ、アメリカを祝福してください。アメリカを祝福してください。アメリカを祝福してください。そして、日本を祝福してください。日本を祝福してください。日本は、まだ救われてない国。リバイバルが起きてない国。まだ閉じられている国。悪魔に牛耳られている国です。イエス様どうぞ日本を憐れんで、日本の本当の開国、本当の救い、救われる国となりますように。日本が救われる国となりますように。日本を憐れんでください。リバイバルが起きますように。今、アーメンと言った方々が、罪が許されて、リバイバルの働き手となりますように。多く許されたので、多く愛するものとなりますように。イエス様を多く愛するものとなりますように。リバイバルの働き手になりたいと願っています。彼らが、リバイバルの働き手となりますように。リバイバルの働き手となりますように。彼らを救って用いてください。救って用いてください。日本を救ってください。日本を救ってください。日本を救ってください。信じます。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。リバイバルの働き手になりたいです。アーメン。この祈り感謝します。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。シャロン。シャロン。シャロン、また明日お会いしましょう。シャロン、アーメン、おやすみなさい。